IT、 この偏った世界。最近新聞を読む人が減ったそうだ。昔は新聞を隅々まで読んだものだ。それでもってその新聞社が持っている思想、考え方というものがあった。それを偏らないようにさまざまな新聞を読み比べたもんだ。最近は新聞を読まない人たちが多いそうだ。便利なネットの時代。ところがこのネットの時代、偏った情報ばかり見てないだろうか。検索で出てくる結果、これも AI の時代なのだろうか。自分の好むような情報ばかり、そう、その人に向けた情報が選ばれて表示されている。そのことをきちんと理解しないで全て信じては非常に危険だということを感じないだろうか。いわゆるフェイクニュースも混ざっている。便所の落書きのようなものもネットに載っている時代だ。便所の落書き、信じますか？そう、信じる信じないは自分自身で判断しなければいけない。